ーい。これ段下です。2022年9月9日ですね、金曜日です。九段下に出頭です。先ほど電話来てね、総務省から電話が来て、何かと思ったら免許できたらしいんでね、取りに来ました。アンテナ見えなくなっちゃったかな。千代田区役所ですね、千代田区役所に向かってます。第三合同庁舎、普段第三合同庁舎ですね、もう何回も来てるからおなじみですけどね、また今日もやってきました。合同庁舎の、ね、中に総務省関東総合通信局が入っていて、免許証の発行をしています。免許証と、ね、免許状とありますけども、今日は免許証の受け取りなんでね、免許証は、どっちだっけな、航空会場課ですね、22階の航空会場課に向かいたいと思います。航空会場課でね、無線局、無線従事者免許かな、もらってきましたね。帰ります。無事ね、免許証受け取ってきました。2時半ぐらいですね、今ね。1時過ぎにね、家に電話をもらってきたんでね、割とね、自分ではね、早めに来てるんじゃないかと思います。まあね、免許証ね、こんな感じですけどね、一山の免許証を無事もらいました。そんなところでしょうか。ということでね、帰りますっていうか、九段下の交差点の方に戻ってきてますけど、今日はね、ちょこっとね、歩いて秋葉原立ち寄ろうかなと思ってますね。せっかく来たんでね、何もせずに帰るのもったいなんでね、秋葉原ちょっと散歩して帰ろうかなと思います。いやー、よかったよかった。はい、九段下まで帰ってきました。こっちをね、歩いていきましょうかね。ちょっと立ち寄り。何のユーチューバーが来たかって、何のユーチューバ
ロケット来ましたね、ロケット。最近ね、気になってんのはね、金具ですね。アンテナの金具。これを物色しようかなと思ってきましたね。アンテナの金具のカタログとかもあって。車の止まる